はい、皆さんこんにちは。本日の動画は毎月恒例のベストバイ動画ということで、まあ今月2月にですね、僕が購入して良かった商品を中心にご紹介をしていければと思います。まあ今月もですね、まあちょこちょこいい商品があったので購入をさせていただいたんですけども、今日ご紹介させていただく、まあこちらに映っている商品はですね、まあかなりこう気に入っている商品たちになりますので、まあ気になる方はね、ぜひ最後まで見ていっていただけると嬉しく思います。では早速ね、本日の動画ご紹介に移れればと思うんですけども、まあ、僕はファッション系のね、コンテンツを中心に日々動画投稿をしておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたら、チャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。インスタグラムの方もやっておりますので、気になる方はこちらもチェックをしてみてください。はい、ではね、もう早速いっちゃいましょう。はい、ではね、早速ご紹介に移れればと思うんですけども、まず1点目はですね1点目はですね、こちらのアワーレガシーのレザーベルトになります。今回僕はですね、ホワイトのレザーのベルトを購入させていただきました。細かいディティールで言いますと、割と細めのベルトになります。はい、ここの横幅がですね、だいたい2センチぐらいの幅感にはなるんですけども、なので僕が持っているこのトリーレザーのウエスタンベルトと太さはそこまで変わんないタイプですね。ベルトの先のところもですね、こんな感じで着用するとこんな感じのイメージになります。まあ僕は基本的に黒のベルトしか今持ってなくて、あの差し色でなんかこういいベルトないかなと思った時に、ちょっと明るめの色のベルトを探してたんですけども、その中でもともとこうアワーレガシーのベルトすごく気になっていたので、今回こちらを購入させていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、詳細をあの動画でお届けさせていただいたんですけども、実際にですね、着用してみるとこんな感じのイメージになります。この色味があの上品な白で、かつ幅も結構細めなので、あのそこまでね、コーディネートの邪魔にならないといいますか、ちょっとしたこうアクセントになるのですごくいいなというふうに思っております。こんな感じでね、ちょっとネイビートーンであの統一したところに、まあ、差し色としてね、を使ってあげるのもいいですし、まあ、あとは明るめのコーディネートとかでワントーンコーデとかでもこれ結構合わせやすいかなと思うので、まあ、すごく登場回数がめちゃくちゃ多いかと言われるとそこまででもないかなとは思うんですけども、まあ、1本あるとかなり便利かなというふうには思いました。アワレガシのですね、こちらの形のベルトなんですけども、ラバーで作られているものであったり、まあ、今回僕が購入したレザーで作られているものであったり、複数ね、色展開はあるの で、まあ、お値段も、まあ、ベルトにしてはまあ2万円ちょっとということなので、比較的まあ求めやすい価格帯なのかなとは思うので、まあ、ぜひ、まあ、気になる方はアワーレガシーベルトで検索していただいて、まあ、好みの色味をね、購入していただけたらなと思います。サイズに関してはですね、僕は今回100を購入させていただきました。まあ、普段ウエストで言うと27か28ぐらいが僕はあの適正といいますか、ちょうどいいウエスト周りではあるんですけども、そのウエスト周りであのサイズ100ちょうど良かったので、まあ、サイズ感もちょっと参考にしていただければなと思います。はい、ではお次2点目ですね。2点目もですね、こちらになるんですけども、アワーレガシーのデニムになります。これはですね、まあ、最近めちゃめちゃ気に入ってて、あのよく履いてるんですけども、まあアワーレガシーのね、こうベルトを購入した時に、まあちょっとやっぱりこうジーンズといいますか、デニムも1本欲しいなと思ってこちらを見つけて購入しました。はい、で詳細ちょっとだけ見ていければと思うんですけども、まあ、ウエスト周りはこんな感じですね。はい、まあ、ちょっと見えにくいかと思うんですけど、ここに一応アワーレガシーというロゴも入っています。バックはこんな感じですね。で、フロントはこんな感じです。ここにアワーレガシーのブランドタグがあります。こちらのですね、まあ、一番の特徴はですね、スリットなんですけども、パンツのところにこんな感じで斜めにこう縫い目があるので、まあ、履いた時にですね、フロントのところにこのスリットが来るので、まあ、こうスニーカーとか革靴を履いた時にここの隙間からちょっと靴が出てくるみたいなイメージで履けるんですけども、まあ、このシルエットがめちゃくちゃ個人的にはすごく気に入って今回こちらを購入しました。まあ、こちらの着用感もまた別の動画で撮りましたので、そちらをご覧ください。
はい、ではね、履いてみるとこんな感じですね。はい、シルエットは結構綺麗で深めの腰の位置でも長さはね十分足りました。で、僕はウエスト29インチを今回購入させていただいたんですけども、まあそれで太さというとこんな感じですね。まあやっぱりこう裾のところのデザインが個人的にはかなりこう好きで、ちょうどここのスリットが前に来るようなところがねすごくかっこいいなと思ってます。色味も結構綺麗な色味なので、まあ、これからね春先にかけてすごく大活躍するんじゃないかなというふうに思います。今回の合わせたコーディネートみたいな感じでジャケットとかで合わせて、まあ、パンツをねこういうジーンズでこう外したりもいいですし、あとはね、こんな感じで、まあ、革靴にこうレザージャケットを合わせて渋くね履けるデニムパンツかなとは思ったので、これは本当に気に入っております。はい、で、アワレガシーでは、まあ、このパンツといいますかシルエットは結構定番でいろんな色味とかで出しているみたいなので、気になる方はねちょっと検索をしてみていただけたらなとは思ってます。はい、というわけでですね、今月僕が購入して良かった商品2点目はですね、こちらのアワレガシーのデニムパンツでした。はい、では最後ね3点目なんですけども、3点目はですね、まあ別に紹介するか迷ったぐらいのものではあるんですけども、こちらのですねダニエル・アーシャムのアートブックになります。はい、こちらですね。はい、こちらはですね六本木にあるケロタンというですね、まあ、アートギャラリーがですねあるんですけども、そちらにですねショップがあるんですけども、まあ、そこで購入をさせていただきました。まあインテリアの観点から少しこうアートブックといいますか、そういったものを今後集めていきたいなというふうに思ってるんですけども、まあ、その中で、まあ、この本のこう色味と、あとはまあ元々作品とかもね好きだったということもあって、こちらを購入させていただきました。まあこんな感じの、はい、まあ、写真とかがよく載っている、本になります。はい、というわけで今月購入して良かった商品3点目はですねこちらのダニエル・アーシャムの、アートブックになります。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日の動画はですね、2023年2月に購入して良かった商品ということで、今月購入した3点をですねご紹介させていただきました。今日ご紹介してないんですけども、これの1本前の動画でバンズのスニーカーのご紹介させていただいたかなと思うんですけども、まあ、そちらもですね一応2月に購入した商品ではなってます。まあ、今日の動画でねちょっとでもまあ気になるものがありましたらぜひ調べていただけたらなと思います。はい、では今日の動画はねこんな感じで終わりさせていただこうかなと思うんですけども、まあ、僕はこんな感じでファッション系のコンテンツを中心に日々動画投稿しておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。 Instagram の方もやっておりますので、気になる方はこちらもチェックをしてみてください。はい、ではねまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。